自分のことをどう思ってるんだろう。好きな異性の気持ちは誰だって気になるもの。そこで今回は女性が好きな人に見せる態度や仕草をご紹介させていただきます。女性の気持ちは表に出やすいです。さまざまな脈ありサインを知らず知らずのうちに送っているものです。特に気持ちが現れやすいのが仕草、態度、メール、この3つのポイントを順にお伝えいたします。女性が好きな人に見せる仕草。ドキドキしていると体をかく回数が増える。人はドキドキしていると体がむずがゆくなります。恥ずかしい時に後頭部をかくのもそのため。緊張していると体をかく回数が普段の2倍くらいに増えてしまいます。いくらドキドキを隠そうとしても体をかく回数でバレてしまうのです。もしも話し相手の女性が自分と話すときはいつも以上に体をかいている、他の男性と話すときよりも体をかくことが多いというのであれば、あなたにドキドキしている証拠、脈がある可能性が高いですよ。ドキドキしていると瞬きの回数が増える。瞬きの回数は通常男性は約2秒に1回、女性は約3秒に1回。ところがドキドキしていると瞬きの回数が異常に増えてしまいます。女性の場合、通常1分間に20回前後、それがドキドキしていると100回以上に増えてしまうことも。瞬きの回数は隠そうとしても隠しきれるものではありません。アメリカ大統領ですら緊張の度合いを瞬きの回数で測られているそうです。つまり瞬きの回数はドキドキのバロメーター。女性と話すときは相手の瞬きの回数を数えてみましょう。その数がそのままあなたへのドキドキ度となるわけです。女性が好きな人に見せる態度。女性は好きな人に顔を近づけたい。面白い心理学実験があります。その実験は目を閉じて好きな人を思い浮かべてほしいというもの。これを試すと多くの人が自然と前かがみになってしまうそうです。つまり好きな人が近くにいると顔を近づけたいという心理が働くのです。もしも話し相手の女性が首を前に出して話を聞いている、背中と背もたれの距離が大きい、机に肘をついて顔を近づけてくるというのであれば、あなたに気がある可能性が高いですよ。3秒以上見つめるのは興味がある証拠。人は本来他人の目を見ることが苦手です。だから相手の目をじーっと見つめている時間は会話中でも1から3秒、3秒以上見つめることはまずありえないということです。もしも話し相手の女性が目をそらさずに3秒以上じーっと見つめてくるというのであれば、興味がある証拠、あなたのことを好きな可能性が高いですよ。ボディータッチが多い。世の中にはボディータッチが多い女性と少ない女性がいます。なので一概にボディータッチの量だけで恋愛感情かどうかを見抜くことは難しいです。ただ女性は嫌いな男性に触れようとはしませんので、ボディータッチされるということは少なくとも嫌われてはいない、好意を持っているという証になります。つまり
チャンスはあるということです。メールや LINE で好きかどうかを見極める。好きなほど返信スピードが速くなる。誰にでも経験があると思いますが、相手が嫌な人だとついつい返信を遅らせてしまいがち。一方、大好きな人からのメールだとすぐに返したい気持ちが湧いてくるものです。返信スピードは好意のバロメーター。毎回すぐに返事が来るのであれば脈ありの可能性大です。メールで質問が多いのは脈ありのサイン。メールの内容に質問が多いのはもっと話したいという気持ちの表れ。まだまだメールを続けたくて質問が増えてしまうのです。気がない場合は、うん、わかった、じゃあ月曜日ねと要件を済ませたらさっさとメールを終わらせてしまいます。気がある場合は、うん、わかった、ところでなんとかだっけと質問を投げかけメールを続けようとします。誰だって好きな人とだったらいつまでも話していたいもの。その気持ちが質問の量に現れるわけです。なかなかメールが終わらないな、あれ質問が多いぞと感じたら、相手はあなたに気がある証拠です。禁断の方法、からメール。相手の気持ちを手っ取り早く知る禁断の方法、それはからメール。女性は好きな人と話すきっかけを探しています。なので好きな人からからメールが届いたら、メールが空っぽだったけどと確実に返信してくれます。逆に嫌いな相手の場合は確実に返信しません。からメールを送ると自分が好かれているのか嫌われているのかを一瞬で判断することができるのです。しかしからメールを送ることはとても失礼なこと。神の裁きを受けたくない人は禁断の方法に手を出さない方が無難です。ガチで女性が好きな男に見せる仕草は以上です。あなたの周りにいる女性はいつもあなたにどんな風に接していますか？あなたに送っている際に気づいてくれましたか？チャンネル登録をお願いします。ご感想をコメントにいただけると嬉しいです。